この間、だいぶ前やけど、朝霧行った時に、クッキーを買ったので、それをちょっと食べようかなと思うんですけどね。よいしょ、クッキー持ってきましたわよ。ほれ、うわ、全然見えへんじゃん。おお、ほれ、なでしこ。いただきます。うん、あおいちゃん、おいしい。えなちゃん、りんちゃん亡くなってた。なかなかいいでしょ。おいしいよこれ。キャンプで食べる以外食べへんもんな、家じゃな。うん、おいしい。まあ休憩なんで、ちょっとお話でもしましょうか。幕が今65幕、この間、あれ買ったんで、何やったっけ。ね、スノーピークのリビングシェルの 623R っていうやつ、一番新しいやつね、持ってるんですけどね、この間それ買って、で今はちょっと幕の方は休憩中ですかね。当分買わないよとは思ってんねんけど、65もあったらもういらないでしょ。でね、欲しいもんができたわけですよ。これどうしても欲しいねんけどなーっていうのが、これもう憧れの人が持ってるから欲しくて欲しくてしょうがないですけどね。いや高いでしょう。まあ今までのに比べたらはるかに安いとは安いですけど、ケトルとこの鍋、ケトルがね 1.5 リットルやったかな、 1.5 リットルのケトルと6.2 リッターのこのポット、これが2つ欲しいんですよね、どうしても。あー、なかなか買えないね。これは2つで2万3000円ぐらい。あー高いなー。いや別にね、私のお気に入りはこれなんで、全然これでいいんですけどね。モンベルのパックアウェイ、パックアウェイじゃなかったな、忘れたけど、アルパインデザインか、のこれで十分なんですけどね。この間も買い直したし、全部それだけでも1万2000円ぐらいしてたよね。で、クラフト的キャンプするときは、ナンバーワンケトル、スノーピークのあれが一番いい、使いやすい。なのでいらんちゃいらんねんけど、いやでもこれ持ってるのよ。本当はな、これもウィンウェルやったっけ、ウェルやったっけ、わからんけど、あっちの方が今欲しいんですけどね。でもこれで十分やから今これで我慢してますけど、ああこれ欲しいわ、めちゃめちゃ欲しいですね。イーグルプロダクツ、ノルウェーやったかな、多分ノルウェーかなんかなんですよね、これ。生産国どこやったかな。ノルウェー、ノルウェーブランドやもんね。70年以上歴史を誇るノルウェーブランドのイーグルプロダクツ。これ欲しいわ。下が銅なんですよ。かっこいいでしょ。ウエステンで下が銅で、熱伝導率がいいっていうね。まあ、どっちにしろ真っ黒だったらわけわからなくなりますけどね。ああでも欲しいっていうお話でした。10倍さ、3度ちょっと、3度、4度ぐらいと30度、暑いわ。
ごい熱気がすごいね。まあ薪今いっぱい入れたからね、しょうがない。ウバメガシ入れたもん。めっちゃ燃えるの時間かかる。ほい、2時間ライブしてたから結構ええ時間になりましたね。幕内33度とかになってるけど、外は 2.3 度ですね。さあそしたら今日はベッドなんで寝たいと思います。よいしょ、もうみんな今日は爆睡。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。結構寒くなってまいりましたね。なんか、ね、寝たなんか寝てないんだかなんかもーっとしちゃって、あーもうちょっと寝よう。寒いね、寒いわ。氷点下やもんな。はい、おはようございます。よし、ただいまこんな感じでございます。さあ、もう今から薪ストーブに火入れたら帰られへんくなるから片付けの大変やし、だから外でご飯作ろうかなと思います。昨日のリゾットね。さあそしたらやっと火起こししていきたいと思います。外で焚き火する、せえへんと思ってたから、皮膚規模も何も持ってきてない。オピネルしか持ってきてないし、火起こし道具何も持ってきてない。マッチだけ。昨日の昨日のやつが残ってるので、ブイヤベースの、よいしょ、はいよ、よし、あとはできるまでしばしお待ちを。まだまだやけどな、ちょっと見てみようか。生米、うおお、えらいことなと思う。すごい軽く強い。風があるから余計ね。よいしょ、熱っ。いつもやったらもう家に帰って、編集作業してるところやないな、今日はまだおるよ。今からご飯何時頃、3時ぐらいじゃあかんの。今日は遅いね。いいよ別に。さあええ感じかい。よっ、お茶もやっぱり沸かさな。なお茶、お茶よいしょ。いやスプーンがないからね、今日は箸で食わなあかんもんな。箸だけはな、一応これだけは置いてんねんけど、コンビニ箸。別にスプーン作ってもいいねんけど、今から作るとなったらまためんどくさいからな。作る意欲のある時やったらいいけど。よし、
生米からやからな、だいぶ時間かかると思うんだ。ええ感じでしょ。暑っ、暑っ、めっちゃ暑いぞこれ。よし、あ、うまい、うまいね。いい感じになったので、ちょっと蒸らす、蒸らし中です。よし、それではできたと思うので、リゾットというよりも炊き込みご飯っぽくなった。うん、ちょっと芯があってリゾットっぽいけど、何もないもんな、これで食べるしかないもんな。だいぶ美味しいよ、めっちゃうまい。はい、とりあえずごちそうさまでした。あー、さあ帰るか。とりあえず食べた。よし、片付けて、火がまだこれ残ってるから灰になるまで待たない。アメテッシュじゃないだけ全然マシ、外で片付けれるっていうのはやっぱいいね。はい、片付けていってます。あとちょっと、あとちょっとでもないけど、薪ストーブは片付けたからだいぶ楽かなと。あとベッドを片付けなあかんね。いやー、ゆっくり片付けれるね、最高。全然慌てへんもん。天気はまあまあ曇りですけどね、全然全然もう半袖で十分って感じかな。暑いぐらい。いやー、いいね、ゆっくり片付けれるっていうのは。さあ、そしたら膜の方を潰していきたいと思います。ものすごいフック箇所やからすっごい大変やで、これな。立てるのも大変けど崩すのも大変な。はい、どうも、綺麗に片付きました。はあ、いいな、晴れの撤収って最高。めっちゃ撤収楽しかったわ。いつもブエー、つまなあかんつまなあかん思ってやってるから。はあ、よし、じゃあまあ、帰りたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。